いちぎる、かわいちぎる。かわいい、かわいいね。ぷよぷよ、かわいい。お名前はポコです。今日はお眠なのかな。そうなんだよね、犬さん。うるちゃいって言われた。かわいい、ポコです。ポコと言います。犬なで配信、ダンズさんギフトありがとうございます。ぬいぐるみみたいやろ、かわいいやろ。お犬様来た。お犬様です。ふひひひふひひひ、かわいい。よし、今日の晩ご飯はこいつだ。中学のさ、最終日にさ、写真配られたのが嬉しいから保管してる。めっちゃ嬉しい。どうも。課題のやらなあかんのがないか確認する。あの作文はやらないといけないです。やらないといけないっていうか自由なんですけど。ぬいぐるみたやろ、ぬいぐるみやね。ワンタンメンさんギフトありがとうございます。個別握手会撮りました、やったね。あの名乗り出てくれたら思い出すと思います。思い出すっていうか覚えると思います。ポコの性格はどんな、あの暴れだしたらどことん暴れるんですけれども、眠くなったらこの通りもう一言も喋らないぬいぐるみみたいになりまして、でかまねねねねねね騒ぐ時はかまってほしい時と、お腹が空いた時と、おやつが欲しい時なんですけれども、眠かったらもうこんな感じですね。が可愛いです。ちびすけ、犬おったら大義に握るね。いいよ。北斗のケイシロウさんギフトありがとうございます。ペンギンくらいええねん。ないな、犬がおるからええねん。通知表出てきた。あ、通知表な、意外とまあまあまあって感じだったで。意外とまあまあまあってないね。3学期遅刻ゼロ、えぐない、優等生すぎん。北斗の健次郎さんギフトありがとうございます。え、遅刻ゼロってさ優秀すぎんねえ。ええやろ。積極的でさまざまな問題に関心を持ち、発言発表もできていました。ほんまに？特に外商コンクールの授業でより良い学校生活にするために活動する大切さについて深く考えていました。ほんまに？ああ、なるほど。さまざまな活動を通して仲間づくりを行い、集団行動や仲間の大切さを学ぶことができていた。おお、ほんまに？ほんまに？しかも私無欠席やん、無欠席やん、えぐ、無遅刻無席、無遅刻無欠席、えぐない。香港さんギフトありがとうございます。えぐ、無遅刻無席、無遅刻無欠席やで、すごいやろ。やば、天才すぎ。いや、学校好きですからね。楽しかったな。自分の評価を疑いスタイル。そう、疑っていくから信じてない。成績って5段階評価、うん、そうやで。意外とってなんなんなあ、意外とってなんなんですか。ひどい、ひどい。ぽくちゃん、みんないじめてくる、どう思う？
どれもいいよだそうです。かわいい、かわいいね。すごいなんか怖、優秀だったとは。んーなことないと思うけどな。最初の方は優秀でしたよ。最初の方はもう担任の先生の言うことをちゃんと守って、ちゃんと言うこと聞いて、もうちゃんとお手伝いしてっていう超真面目ちゃんだったんですけどね。当然の結果ですね。そうか、かわいち。優等生キャラだと思ってました。そうなのか、そんなことないと思うけどな。ふんふんふん、ほ、ああ変なとこ入った。学力優秀なんかは知らんけど、まあ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 って感じか。ショールームで勉強してるふりはよく見るけど、勉強してるふりは用意してますね。そうそうそう、千人先生にしてるふりとか言われてひどいわ。いやん、人権作文どうしようかな。別に書かんでもいいらしいねんけど、書きたいから。で英語の絵日記もあるんよ。英語の絵日記はまあまあまあいろいろ不利と認めてる、やってるし、やってるけど、やってるけどペンギン先生がそんなこと言うから認めてあげるね。優しいやろこのしまちゃん、ほんま優しいわ。もうね、うんうん、ほらうんって言った。見て見てな、ポコポコ、赤は。絵日記と英語のワークはもう終わった気すんね。多分どこ行くの、どこ行くの。あんた部屋荒らしたら怒られるで。プリプリプリ、かわいい。外出たいんか。うん、そんな顔されても。体育、規則正しい性格、性格ちゃう、生活を送ること、おもろ。まあ朝早起きしてるからいいっしょ。英語のワークは多分終わってると思うねんけど、確認したらね、また線引かん。まあ復習、まあ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 、テストなしなんで、これは終わってん、終わったけど一旦確認したいから言っとく。もう数学はもう絶対に終わってる。だってもう終わったもん。本は一冊以上読んでるはず。これとこれ、人権作文と英語の絵日記だけかな。絵日記ちゃんとやりたいね私。絵日記ちゃんとやりたい人やから。ね、いやーかわいい。ポコトリミング行ってきてん、めっちゃかわいいねんな。降りたいの、降りたいそうです。少々お待ちください。はい、熊田さんの出番よ。ポコタンどうしたの。かわちいね。さよならって、はいポコタン、みんなにさよならって、バイバイ。かわいい。食べるで。かわちいね、かわちいね。バイバイ。
ちは。よいしょ。トリミングいつ行きましたか？昨日行きました。ソルさんギフトありがとうございます。ドアを開けてくれ。言ってましたね、あれは完全に。うわー、野原しんのすけのすけさんギフトありがとうございます。野原しんのすけのすけさんギフトありがとうございます。人権作文か絵日記かどっちか。こう絵日記は何かするかな今から。あ、最後の班長でご飯食べる気がする、気がするって言ってたから、それだけ書ける気がする。気がするしか言わんや。それを書こう。2年が意味わからんかったん。何年2年配り間違い、それとも4月超えてから書けと。何組って書かれへんよな、何番も書かれへんよな。黒島だけ書いとこう。友達に聞くわ。未来の絵日記なあ、2年あ、そう、アミちゃんと同じ犬種やと思う。多分トイプードルやんな、レッドの。一緒やと思う、予想で。まあその行くやつは4月になってからやからいいんやけど。え、じゃあどうしろと。じゃあまあ絵日記は私ちゃんとやりたいから置いとく。人権作文は内容、人権に関することについて自由に自分の意見を述べる。項目1、共生社会について。ああ多分か、共存やった。共存じゃあ共生で合ってるわ。あれ、なるほど、その他でもいいと。ほう、複数枚になる場合は、3枚以上かぐわないの。題名、2行目下部に名前。なるほど、提出は任意です。ほら任意やん。任意やと。そらそうか。何年何組って、これさ1年でいいん。まあ提出の時に先生に聞いたらいいか。いやー、なんかそれであんまり喋ったことない先生やったらどうしよう。あ、もうおらんけど、おっさんも喋ったことない人。エッピーさんギフトありがとうございます。スポンサーもギフトありがとうございます。喋ったことあんまりない先生なんかおらんけど、おらんけど聞きやすい人と聞きにくい人がおるから、おるかもしれんから、その時によるけど。任意なのに提出する人いるの。で、提出する人いるのまで言う。テロップ変えな、変えへん、もう私はこれでいく。人権作文何し、あ、人権作文の試し打ちをパソコンでしようかな。あの、私さあれやねん、文章をさこっちで書くのあんま好きじゃないねん。あんま好きじゃないっていうか、一発でこっちに書くのあんま好きじゃないねん。もうふにいさんとはるさんギフトありがとうございます。なんか人権とか黒島ちゃんの得意分野。あーまあ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 、まあ、なんかいつも携帯で文章を書くためのアプリみたいなやつがあるんですね。それでなんか200字までいったみたいながいつも書いてあるから、それ見てるんですよ。それで文章を作って
変なとこ修正して文字数いってるのか確認して書くみたいなが好きなんで。エッピーさんギフトありがとうございます。よし、これ170センチ未満の男性の人権に関して。170そんななくても別に、で身長そんな気にせえへん人やで。やでってなんか別に私が言うたところでやけど私はそんな気にせえへんかも。どっちでもええやんってなる。がちっちゃい子は気にしてるみんな。よし、ここでやろう。もしかしたら映ったらいけないのもあるかもしれないので、私にも人権ありますか。みんなあるでしょ。映ってないで適当にやってるだけ。はるさんギフトありがとうございます待って、これさ最初のあれ含まれてる感じ出てくるかな。Wi-Fi はいけてる。文章書くなんかってないんかな。わあ、はるさんギフトありがとうございます。これ勢いよくこうやってやったら動くから、あかん。よし。わあ、ブロックされてた。ピエーン。違うのでいく。おお、いける。文字数をカウントしてもらうやつ。コーナーさんギフトありがとうございます。これさ、う画面に映らんようにしてさ、映る限り。よし、一旦上向けてこれをできるだけ寝かせて、こうやって。オッケーオッケーオッケー。よいしょよいしょよいしょ。で、あ、完璧。なんて書こう。人権作文、何についてがいいと思います。前は私あれにして、あの環境汚染について書いて、夏休みやったっけ。そう、何にしましょう。アイドルと人権むずっ。オタクの人権について、人権系はさ、もうあるやんみんなあるじゃないですか。なんか例として挙がってるのは共生社会について、多文化共生、男女共生とかなんですけど、どうしましょう。いかがなさいましょうか。ちょ、あのさ、画面ミントさ入力する、あのホームポジションあるやん、ホームポジションでやりたいから、布はないから、よし、神でしょ。ペンギンの人権について、ペンギンに人権はあるのか。ペンギンはペンギンやから人権ではないのでは。あったとしたら鳥犬
難しいね。どうしようかな。これで打てるのかな。カーソルが動かされ、なんか違う2個一気に押しちゃいそう。ほらほらほら、布がいいな、やっぱり。ペン、黒島とペンギンの共存特定されてんな、かなりかなりあれな、あの固有の多分かね。学校に来てる外国の方が、めちゃくちゃいいね。ちょっと待って、布取ってくるわ。なんかないか。あ、めっちゃあるやん。めっちゃいいとこにあるやん。ちょうどいい布。ちょうどいいところに布が、サテン生地が、よし、よっこいしょー、ちょうどいいところにサテン生地があったので、これを使いたいと思います。カーソルを動かしたいから、ホームポジションの練習したいね。三つ折りで OK。 アイドル側から、アイドル側好きやな、みんなめっちゃ好きやな。めちゃくちゃ見てそう。めっちゃくしゃみでそう。希少な存在です。あー確かにそれはそうか。一瞬覚えさせてキュー、めっちゃ忘れてるわ。最初はもうこのまま行こうかな。から隠していくわ。こんにちは。待ってもう半やんタイピングスピードどれくらいですか。めっちゃ遅いですよ。くしゃみきた。くしゃみ出へんかった。出てほしいんですけどね、気持ち悪いので。もう当てまう。いじめ問題がいっちゃんあれかな、書きやすい。いや、災害関連ありやな。高齢者、災害関連、高齢者、どっちか。モフ兄さんギフトありがとう。すごい、そんなカラフルにすげえなんか高齢者、高齢者の、災害関連もありやけど。黒島です。黒島です。
いじめ問題が言っちゃいい？人気言うたらなんかあれやけど、よし決めた。全然違うのにする。もう書いたろテーマに。な、変えられへんど、変えられへんど、黒島気合い入れろ。あーあったあった、今一瞬何か分からなくなった。泣いちゃう上から変えちゃったんやけど、なんやねもう。よし、オッケー。自分を追い込むタイプ、そうかな、そうなんかな。なべちゃんさんギフトありがとうございます。よし、ランキング読みます。まあ200字でいいんで、で2位なんでライブランキング読みます。まあ言うだな、13位が RC さんありがとうございます。12位が洋次郎さんありがとうございます。11位が空気、え、す、すき、わからん、すきなんとかさんありがとうございます。あ、変わってもうた。12位がオルホーズさんありがとうございます。11位がせいくんさんありがとうございます。10位がヤン008さんありがとうございます。9位が野原しんのすけのすけさんありがとうございます。8位がモフニーさんありがとうございます。7位がワンタンメンさんありがとうございます。6位が北斗のケンシロウさんありがとうございます。5位がハルさんありがとうございます。4位がエッピーさんありがとうございます。3位が香港さんありがとうございます。2位がポンさんありがとうございます。1位がシゲさんありがとうございます。ありがとうございました。どうも。よし、こいつに決めたぜ。なんて書こうかな。今日も可愛かったです。今日も髪いかんじゃない、朝めっちゃ変やったのに。春さんギフトありがとうございます。あれからもう一回水で濡らして巻き直したんですよ。どうすか。しかもあれやしな、雪乃ちゃんにこう開けんの可愛いって言われたねとか言いながらめっちゃパッツンにしてるっていうなんやねほんまに。春さんギフトありがとうございます。あと2分ですね。どうも。もう一回調べる。え、検索してもらった。おい、うわー、間違えたー。これ何ボタン、あ、なるほど、こっちをしてるのか。おい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 ほほほほほ、ガチで、おほんまにほんまにだあの消すボタンだけちゃんとやってもろうて。もう間違えた。おい、もうお時間、お、あ、あ、いけたいけた、よかった、なんとか時間内にいけた。あ、あ、あ、間違えた。お時間です。ありがとうございます。